バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイはですね、ちょっとまあ皆さんハッピーだと思うんですけれども、まあ、ハッピーという言葉についてね、お話ししていきたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんは、ああそうかそうか、いや違うなみたいな感じでね、最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではでは、今夜の1曲目、ハッピーというねテーマでお届けしたい今日はですね、1曲目何がいいかなと思った時にですよ、ひとまず生まれてこれたことに感謝しましょう。そして生まれてきたいと思った自分を褒めてあげましょうというところをね、はい、ちょっとつついてみようかなという思いで、1曲目は愛実という曲をお聴きいただきたいと思います。ではお聴きください。ようこで愛実。夢を見た名前穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰を愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことの瞬き一つ、ほんの一瞬で光り続ける、光り続けてく、この胸の中にずっと、この胸の中ずっと。お聴きいただきました曲は、ようこで愛実でした。この楽曲はですね、歌詞は私が書いたんですけれども、まあ、聴いていただければね、何か言いたいんだろうなというね歌詞になっております。でね、私の大事な人が息を引き取った時にこの曲をね、ライブの一番最初のセットリストの曲にねすることが多かったです。その時に私がなぜ愛実を歌っていたかと言いますと、感謝の気持ちや、そして形が変わってもね、私の大事な人らしく、まあ、宇宙にね存在していることに対しての、なんていうのかな、こうまあリスペクト心から出るね、尊敬する心から出る感謝の伝え方だったのかな。とにかくね、まあ、皆さん死というものに関してはね、いろんな向き合い方があると思いますし、もう苦しいことでしかないわけですよね。そう、私もそうです。
その時期が来ると勝手に苦しくなったりとかもするし、もうね、免れない、自分がこの形で生きている以上はね、そういう時にね、何かこう音楽も聴きたくない、そんな時に、まあ、私は歌う仕事なので、音楽屋さんなので、音楽に触れる時に、あ、この歌詞を過去に書いた自分がいてよかったなって思った楽曲の一つであります。でね、ちょっと話は変わりますけれども、ハッピーなことね、ハッピーについてっていうね、テーマで、今日はね進めたいなと思っている時にですね、最近幸せとハッピーってもちろん一緒なんだけれども、意外と一緒じゃないなという、まあ言葉の使い方はもちろん違うけど、そのね、私が使う幸せっていうのとハッピーの使い方が、あ、私の中では違うんだなっていうことを気づき始めました。と言いますのもね、ハッピーですって言ってるんですけれども、みんなね、こうハッピーになろうっていう努力をしてみたり、ハッピーじゃない、アンハッピーやな、アンラッキーやなっていう時、ハッピーですって言ったら、なんとなくハッピーかみたいになったりとかね、まあそういうこうスイッチを入れる言葉みたいな感じでね、まあ使っていたのかもしれないんですけれども、あんまり深く考えてなかったんですが、先々週に引き続き、先週末も、私たち石井ファミリーはですね、福岡のファンマーケットというイベントにお邪魔してきました。でその時にね、私たちはね、あのチーム戦なんですよ。主人のね、ギタリストの石井が、石井はね、ギタリストで作曲家でアレンジャーなんですけれども、PA をしてくださりね、まあ、その時点で感謝ですね。そして、今度高校生になりますラジオのねもう私よりもレギュラーなんじゃないかというくらい皆さんにね可愛がっていただいております。シノンはですね、妹ののんちゃんを抱っこしながら、そう、あのフライヤーを配ってくれたり、時には本気でフライヤーを配って母のことを宣伝するからと言って、父にね赤ちゃんを預けて、本気でね、あの英語をやら、なんだ韓国語やら日本語やら、いろんなものを駆使して、ボディーランゲージも駆使して進めてくれたりとね。でのんちゃんはのんちゃんでね、今は寝てた方がいいかなっていう時は寝てくれるんですよ。不思議ですね。そうだからね、あ、もうほいだってもうね、そうだよね、のんちゃんね、可愛くねラジオ収録中もね、へへへへって言ってくれてますが、そう、今は言葉を発した方がいいなっていう時はね、元気いっぱいでございます。まあとにかくですね、陽子東京ドームコンサートを目指して本気でね動いているんですけれども、もちろん団体戦、ファミリー戦ですからね、はい、24時間しかない時間をどううまく使っていくのか、頭脳戦ですね。もう名探偵コナンが存在するなら一緒にタイムスケジュール、人生設計を立ててほしいっていうくらいでそうそう、本当に頭脳戦だなと。なんでコナンなのか分かんないけど、私の中ではちょっとねそういうことで、ふとねした時に、あー忙しいな、あー時間足りないな、どうしようかなっていう時にちょっと思ってみたりとか、まあとにかく、まあ、私はですね、いろんな方にね感謝をすることをね、いろんな方に教えてもらえて恵まれているなと、本当にありがたいなって思ってね、生きている中に家族への感謝は計り知れないんですね。でそういう時に、本当私って幸せ者だなと思います。それは本当に幸せなことだなと。でハッピーな人だなって思う時はねまだねちょっと使い分け、これちょっと使い分けの話になってきましたが、ハッピーな人だなって思う時はやっぱりね、東京ドームコンサートを、なんだこのイントでしょ、東京ドームコンサートを目指すって言った時にはね、アンチな人もいるんだよっていうことをね教えてもらったんですよ。え、そうなのって気づけてなかった自分に、あ、なんてね能天気なやつなんだろう、ハッピーなやつだなとかね思ったりもしますし、わざわざ指摘してくださった方がね、やっぱりちゃんとアンチなことを教えてくれるわけですよ。ほうほう、なるほど、私ってこんな人もねいてくれるくらい、ちゃんと地に足をつけろっていうタイミングをね、音楽の神様が教えてくれるタイミングをね、そう、運命的にあるくらいね、なんて恵まれてるんだろう、すごく、まあ、そこでもまたね幸せなものだというより、まあハッピーにねおと時間過ごせられるようにね恵まれたやつだなって思うわけですよね。
そうなんです。で、ね、結果ねこういういろんな方々と出会うことによりよくね歌詞を書くために本を読めとか表現者なんだからね舞台鑑賞をしろとか、まあ、いろんなアドバイスあると思うんですけれども私はもう一般的に生きていらっしゃる皆様から、いろんな生き様やら言葉やら思想観念を盗んで、歌詞に、反映させておりますのでまあそれもねまたね私はハッピーなやつだなとなんで恵まれてんだと本当に思う毎日なわけですよ。で比較的ストレスというものが、あるはずなんですけれどももう疲れて寝て忘れることがほとんどでございますね、まあ、そこもまたハッピーなやつでございます。とはいえねやっぱり大事な人とはねこう話をしたりコミュニケーションをとってねあこういう風にしていこうあこれごめんねじゃあこう変えていこうかっていうことは大事だと思うんですよ。でもねそれだけじゃないあこれ食べて美味しいね幸せだね、まあ、うちの家族に限ってはね私は結構あの外食派ではなく、鹿児島本当に美味しい食べ物多いのでうちで料理するで変にね手が込まなくても素材が美味しいから何も問題がないわけですよ。だからまあよくさ一般家庭である簡単な食べ物でいいよ疲れてるでしょとかあとお弁当とかね買って済ましていいよっていう言葉があった時もまあどうせお弁当買いに行って待ち時間が30分ならば30分あればさご飯作れちゃうのでねだからちょっと30分待ってこれ食べようかとか言ったらあそうだねって言ってまた私がねこうお袋の味で適当に作ったご飯であったとしても、まあ、愛だけはこもってるのでねその愛をね拾ってねまた家族が美味しく食べてくれれば、まあ、それはそれで本当にね何よりものごちそうになるわけですよ。そうまあとにかくねなんと言いますかねこうハッピーに感じる心まあベクトル入り口や出口その思想に関してね自分が変われば、まあ、心一つで変わるし頭価値観一つで変わるしっていうのはね年齢を重ねてあもうちょっとです36なんでねそういう私はねまあだいぶねハッピーなやつになったなと昔の自分にねいろいろねこうやっぱり修行をしていた頃の自分にね教えてやりたいくらいねそう家族はじめいろんな方のおかげでね変われたっていうのはあるかなと思います。まあまあ長く話はなりましたけれどもまあそんな私がねとにかく皆さんの平和を願って歌い続けている楽曲私が自分の楽曲で今のところ一番好きって言っちゃう楽曲ヨーコでキス&ハグお聴きください。どこを切り取っても好きがいっぱい君との毎日を綴る僕のカレンダー些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよこのまま時間が止まればいいのに君を思うたびに涙が溢れてくるいつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな自分を奮い立たせる愛言葉は明日を変えていくために必要な I love you ずっとずっとそばにいよう争い事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう
みんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しくてたまらない守り抜きたいよ特別いつもありがとうこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな僕らを奮い立たせる愛言葉は世界を変えていくために必要な愛いただきました曲は陽子でキス&ハグでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。陽子はですね、皆さんがテレアなのもシャイなのももう本当ね分かってますから、メッセージ待ってますよね、そしてもうあっという間にね、あさっては4月新年度の始まり、皆さんエイプリルフールワクワク考えちゃいけませんよ。昔ね、私の大好きなおじいちゃんがね、10歳離れた弟が生まれる時に生まれたんですよ。そして1週間お母さんたちは入院して帰ってこないって言われてたのにね、よく外見てごらん、赤ちゃん帰ってきたよって言って、もうめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。見ました、誰もいません。今日は何の日ねって一言言われましたねもうね、エイプリルフールになるとあの時のすごく嬉しかった気持ちと、おじいちゃんにやられたくそって思った、小学校5年生の春だったのかな。そう、だいぶもうお姉ちゃんになってますからね、こんにゃろーってやられた、仕返してやるってね思った気持ちをね、毎年4月1日でもうじいちゃんとのねハッピーなエピソードを思い出します。だからか4月1日はね嘘つかないんですよね。もうさ、してやったっていうね、おじいちゃんのあの笑顔と、してやられたっていう悔しさを、なんかもう他の人には好きな私はまあね、皆さんもそれぞれに、あ、今年はこの人にこうしてやろうとか思うかもしれませんが、まあほどほどにねいつか自分に返ってきますよ。
と言いつつシノになんかやってやろうかなみたいなね。まあでもなシノもな、私がどうせ何か冗談言っても全部見破るから、まあ下手なことはしないでね。はい、4月1日は、何かあったよっていうのねエピソードね来週待ってますよ。そして、最近パーソナリティ2人になってます。なぜかというと収録に今度1歳になるのんちゃんがおりますからね。のんちゃんお話上手になって横でねニッコニコしてます。やっぱりね私の仕事はねなんていうのかな、こう世界の時代の地球上の最先端を行くなと思います。子供がいてもお仕事をね認めてもらえたり、なんならねリハーサルでね最近いつもねのんちゃんの耳に優しいようにと思って耳塞ぎながらリハーサルの音チェックとかしますが、本番でもその形で歌ってほしかったっていう声があったりね。そうやっぱりね子供を育てながらお母さんが自分らしく生きていく、その上でお仕事もできるっていうね、そういう社会がね望んでいるっていうのはね本当ありがたいことですよね。そしてさっきも LINE ニュースだったかなって見かけましたが、出産費を全額ね国が支給っていうか補助できたらっていうねのも考えているっていうニュースを見ました。それに伴って子供たちがいる家庭を支えるっていうね、もうそれね本当ね大事なことだと思うんですよ。まあその法律を誰が作るどうするっていうこと難しいことはさておきね、社会がどういった企業であれどういった政治家さんであれね政治であれね、本当に社会がこのままだと一番お金がいる若い世代のその子育て世代が一番大変だ、だから子供が生まれ何て言うの授かれないとか子供を産まないっていう選択肢になるっていうのを知ってくれるっていう、まあ理解してくれる。じゃあね、自分たちにはねやっぱりほら政治家の方とかさ、まあ、企業を支えてらっしゃる方々はもういい年齢の方が多いですからね、先輩方が多いから自分たちには直接関係ないけれども、自分たちが動かないとこの先の未来は変わらないじゃないかと。今反対されてでもちゃんと受け入れてあげてサポートしてあげなきゃっていう風にね旗を振るっていうのはねとても大事なことだと思います。私もねそういう観点そういう視点でね楽曲発信したいなって思うこともねちょっと最近続きますのでね、もちろん直接子供たちが聞いてくれてジャンケンマンの楽曲みたいにね、あ楽しい一緒に踊ろうっていうのも大事、そして私たち大人があそうかこういうね思い出、ね親に感謝し未来の子供たちにねサポートしていきたいっていうね、そういう動きになるきっかけの価値を生み出してくれる楽曲を作るのも大事だなと思っております。まあ陽子ができることで言ったらこうやってラジオ収録中もギャン泣きする赤ちゃんを抱えている、シンガーソングライターママだからこそねできること、そしてシンガーソングライターだからこそできることをねどんどんねやっていきたいなと思いますので、ぜひ沖縄から何かこう沖縄だけでなくね日本から、あ、よここういう曲どうだ、え、こういうこと取り組んでるけど一緒に何ができないかみたいなねアドバイスや、そうお力添え大募集しています。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではではなんかねハッピーなことについて、まあ、自分のねハッピーと幸せっていう言葉の違いであったりとかで、まあ、私のこといろいろ話しましたけれども、まあね今最後にお聞きいただいています曲は、私がねその時の私が、戦争とかなく平和な、なんていうの平和を願いたいな、みんなで歌いたいなと思って、歌詞を書きました。 Beautiful Days という曲でございます。この曲の歌詞を、そしてこの曲をねイッシーさんと作った時にはまだ出会ってない自分がおりまして、平和そして幸せハッピーそういうことをね日常を通したフィルターで見たときにもっともっと私が訴えたい言葉、楽曲あるなと思っています。なのでこの Beautiful Days を多くの方といつか一緒に歌える日が来ることを望みながらと、そして何よりも自分がね自分の新しい楽曲に出会っていきたいので、そこも応援していただきたいですね。とにかく
私ともっともっとコミュニケーションを取ってほしいかなと思います。そして皆さんの生き様、言葉が、ハッピーが私に伝わり、一緒に作品を生み出せたら嬉しいです。なのでメッセージください、お願いします。ということで、あっという間の今週のバニラスカイ、来週ぐらいはね、高校1年生になったシノンと一緒にねガールズトークしたいなと思いますので、まあ、そういうねメッセージもお待ちしてます。ではでは、この後はひふみずバーです。ひふみさん、よろしくお願いいたします。皆様引き続きハッピーな毎日を、音時間をお過ごしくださいね。では一緒に、せーの、バイバイハッピー。